今ソフトテニス部の練習にお邪魔しております。練習風景ご覧ください。わー、休憩中の主将さんお二人にお話を聞いてみたいと思います。じゃあすいません、質問させてもらいます。このソフトテニス部のいいところ、特徴とはどういうところですか？そうですね、ここうちの部活は男女の仲が非常に良くて、練習とは男女混ぜてやっているので、おのおのそれぞれアドバイスとかも、それぞれやっているっていうのは、お互いに男女で、年齢差も関係なく支え合って仲良くフレンドリーにやるというのがこの部活の特徴でしょうか？そうです、はい、ありがとうございます。でこのソフトテニス部なんですけども、初心者の方でも入ることは可能ですか？はい、初心者でも皆さん、たくさん初心者の方もいますし、インターハイに出た子たちもいますし、中学だけやってたっていう感じの人もいますんで、全然いろんな人が、例えばインターハイに出た子が初心者に教えてあげるとかっていう風にして、みんなで楽しくやってます。はい、年間の流れを教えてください。そうですね、テニス部は大体5月6月は、春が5月6月と、で秋に10月11月に主に大会が入ってまして、それに向けて特に夏休みに、だいたい1週間程度の合宿を取り入れて練習しています。はい、ありがとうございました。